どうも、ピアキングです。今日はこのコースやっていきます。トロール、I'm OK。私は大丈夫ということですね。で、説明文に、無事今回のお祝いもこうして間に合わせることができたのであった。今このゲーム実況チャンネル登録者数5000人突破バージョン2。これさ、僕が仲良くさせてもらってるユートさんっていうね、騙しコース制作者がいるんですけど、別の方への提供コースですけど、ぜひダウンロードしてくださいっていうメッセージが来たのよ。あの、ゆうたさんからそんなこと言われちゃうね。で、いもこさんっていうのは僕と同じトロール配信者で、珍しく女性の方なんですよ。まあ僕も仲良くさせてもらってる、フレッシュで元気な方なんですよ。だからといって、皆さん、僕から浮気しないでください。めちゃすぎる。まあそれは冗談として、ぜひ見てってあげてください。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.11%。 いや、しかしトロールコースするのめちゃめちゃ久しぶりだね。それがさ、最近韓国行ってたんだけど、韓国で体調不良になってしまって飛行機に乗れなかったんだよね。それで帰るみたいな、そんなことがあったんですけど、これは行きはもうすぎないか。開幕出れーぞー。まあ最初なんかあると慌てましたよ。で、これなんて書いてんだろうね。片栗粉殺さないで。この片栗粉っていうのは、その妹子さんっていうメスガキがさメスガキとか言っちゃってるよ。大丈夫かな。まあいいか、向こうも僕のことボコボコ言ってるかもしれないもんな。で、その妹子さんはワンナップのことをなぜか片栗粉って言っちゃうんだよね。いや、片栗粉っておかしくない？片栗粉って言ったらさ、料理でとろみをつけるやつじゃん。それなのになんで言うんだろうね。まあいきさつを聞いたことがあるんだけど忘れちゃいましたね。さあ、ここで赤ブロック開きそうにない。ということはこの上に行けっちゅうことかな。いやいや、バブル邪魔くさいよ。タイミングよくジャンプしてみようか。このタイミング、なんだそりゃ。いや、今さ、ここにオンオフ出てこなかった。ほらほらほら、絶対おかしいって。しょっぱなバグ持ってくるんじゃないよ。じゃあこの上に、おい、ちょっと待って。砲台の中にバネがあるのが見えたよ。今みんな見えたかな。あの左上に長い砲台がいると思うんだけど、あん中にね、バネがあったんだよな。だからあのバネを取ってこいっていうことだと思いますよ。こいつはなんだろ、バササカじゃ。いや、でもどうなんだろうね。あん中のバネっているのかな。まあいや、一旦行けそうだったからさ、ちょっと行ってみるか。ここでバネを、あ、やっぱ持てるね。しょうもねえミスすんな。あのバネのところまでいろんな罠を仕掛けてくるってことは、絶対こいついると思うんだよな。さあ、バネを持って、あのバネに乗って、あの土管に入ればいいっちゅうことなんじゃない。意味わかんねえ動きすんな。韓国から帰ってきて早々これですよ。早々叫び散らかしてますよ僕。じゃあ一旦このバネ持っていけないよこれ。あ、このまんま持っていけっていう感じかな。まあこういう風に行くしかないもんね。でもこんなことさせる普通。まあいいや、進めるもんは進ませてもらおう。そしてここ、こんな、何あのバネ、あのバネを持ってってこと。でも僕バネ持っちゃってるから先に行けちゃう。これはガマなんじゃない。僕があんなことすると予想してなかったんだろ、ユートさんよ。そしてこの上は行けない、行けない。このハテナを叩く必要がある。そしてどうなる。本当の行き方はここでバネを捨てておいて、この土管に入ります。そして右に出てくるバネを急いで取れっていうことなんじゃない。いや、ごめんね、こんなやり方しちゃって。僕を舐めるんじゃないわよ。で、本来はここを先に来させるつもりだったのかな。右にバネが必要って書いてるもんだ。いや、砲台の中のバネ見えちゃったもんね。で、ハテナブロックを叩いて右上に行きます。なんか可愛いね、この砲台の出方。で、このドクロリフトどうしようか。右を失敗か左を失敗。いや、僕あえて何もしないよ。そういや、最近コメントでさ、もう飽きたっていうあったんだけど、そりゃそうですよ。僕は毎回同じようなことしか言ってないからな。うわー、避けて一瞬やじ。じゃあこれすぐジャンプして避けます。避けれませんね。今やられた時、上に右を失敗って書いてたんだよな。だからここで右を失敗します。キモすぎー。着地した瞬間にジャンプしてみようか。それでいけるじゃん。オーケーオーケー。で、あのドアに入ればいいのかな。あんなところで砲台とかいなかったけど、なんでそこに出てきてんの。もうバグりすぎだろこのコース。10個だけ取っておく。取れるかな。取れちゃったね。僕は10個も取れる男なんですよ。さあ、チェックポイントに、本当にチェックポイントにある。あ、なんか早いね今日。チェックポイント2の喜びが少ないね今日。簡単なんじゃない。さあ、ここは隠しブロックはないみたい。だからパワーブロックを叩いてブラパがいなくなる。で、こっちのドアに入ればいいのか。左のドアは入れそうにないね。いや、左の土管に戻るとかもありえそうだけど、まあまあ一旦こっちに行ってみようか。で、ちくわブロックに乗って、うわ、行き先がさ、なんかいろんなとこありそうでさ、ちょっとよくわかんないね。迷路みたい。
下に行ってどっちの旅館かな、左は入れない、右もとかこれは終わったからなんだよこの白いタピオカが。いや今の面白いね、もう一回見れないかな、下に行くふりします。いやこれだったら出てこないか、っていうかオンオフも変わんないんだね。じゃあ下に行ってすぐ上逃げろみたいだ。あーこれでよかったんだね。そしてこのテレサー思ったより長い長い長い、来んなってもう。でこのツタはなんだ、じゃあこのピンコインを取って、いやーこのうんこの親父が。わかった、そのためのツタなんだ。石エンジを一旦来させておいて、ここ、いや早いな、もう終わりにしようや、ふんころおやじよ。このピンクインを取った瞬間このツタに捕まる。さっきから来てんだよ。もっと左に行けってこと、この場所で大丈夫、あーこれで大丈夫なのか。でこの土管には入れそうにない、で右上のオンオフをすればいいってこと、オンオフしたら絶対こいつ流してくれんだろ、分かってる、だから左を尻尾で逃げていく。やめてください。そういやツイッターでこんなメッセージが来たんだけど、最近ピオキングさんがやるようなコースを初めてプレイしました、それで分かったことがあります、半端な覚悟じゃできないっていうことそうだよなそうだよな、僕ねマジでめちゃめちゃ難しいコースをやってるんだよ。やるまではみんなにもわからないでしょうけどね。さあここのつららは壊れるつららかい、そしてオンオフすればいいのかい、うん、これが一番わかるか。あの部分何やってんだろうな、楽しそうだねブンブン、僕を混ぜてくれよ、その無重力体験にさ、一回でいいから経験してみたいよね。なんとか科学館とかにありそうだけど、まあ、それで一回ね宙に浮いてみて僕は言ってみたいですね。宙に浮いてるぞちょ何が起きてんだちょ待って、重力を感じてる、左右に僕は重力感じてるよ、これは中間ものしか、なんでダメだ。いや、これはさ、中間戻しと見せかけて先に進めるパターンなんじゃない、だってピンコインが増えてるもんね。だからこっから先何かが変わってることだとは思いますよ。ほらほらほら、左に進めるようになったら、さあどんどん進んじゃおうか。 JK、 JK って冗談っていうことかい、やめてやめて、え、ここまで来て最初からやり直しとかそういうことは、なんだそれ。いや絶対合ってるよ、多分ここで左を進歩しなくちゃいけないんだ。でここの中間ポイントを取って、でここでパン叩くでしょ、そしたら左右が入れ替わってました、で次はこっちに行けっちゅうことなんじゃない、よしよしよし、はぁ、ゴーバックフロームシービーツ、最初からそれを言わんか。それじゃあね、チェックポイント2から戻れって感じだったから、この土管に戻るみたいな。でもこっちさっき来た場所だよな、チェックポイント2、うん、見たさっき、ってことは逆走しろっていう感じなんじゃない、ほらほらほら、なんかさっきとちょっと違うね。で今度ドグロリとお前は何をしてくる、左を審判か右を審判か、僕は右を審判相手やってみるで、ね、情け何もしないのは絶対ダメだと思うんだよな、だから残された道は左を審判しかないどんだけわからんて、なら何もしないでみるよ、左押しっぱ着地からのすぐにジャンプ、これで大丈夫だな、ここに来たのね、はいはいはい、そしてこの左下に行ったら隠しブロックがあると思いますよ、まあ一旦出しておこうか、出しても全然問題ありませんと、で左のドアに入ればいいんじゃない、いやどうしようかか、ちゃんとここに砲台来てくれるかな、それとも何か違う動きをするのかな、いや一旦ここの場所に行ってみようか、ピピピピピバッバランピバブンブンピピピバナナナニューニューバナナニューニューニューピバパンパンピピピバパンサードアに入って進む、もう何もするんだぜ、ゴールがしたいんだぜ、土管は素直に入らせてくれたぜ、この先は何があるんだぜ、左に戻れっていう感じか、左のドアどうやって入るんだい、左に進めない、そこにゴールがあるのか喉カスカスだもう。さあそろそろゴールのお時間ですよ、ここは下に降りるなってことだよな、この辺ギリギリで大丈夫なのかい、ジャンプした瞬間右に行ってみようか、そしてゴールが待ってる、誰だってば、急ぐな、ゆっくり行こうじゃないか、何もしないでいい、そしてここでバブルを避けますと、なんだこいつ、ジャンプしてるもうプルルルじゃないんだよ、え、じゃあこれは下に行けんちゅうこと、いや土管に戻ってみようか、一回土管に戻ったらやり直し聞くかな、あ、なんか聞かないね絶対これは、え、身体級なんかな、やめて中間戻しだけは嫌だって、え、いやこっからまだ進めるルートがあるよ、こっちに行けば何かあるんだろうな、あ、下に行けるわ、
これもしかして救済措置なんじゃない？上には進めない。さあ、ドガに入っていきます。こっちは何がある？あ、なんて書いてんだろうね。芋？芋じゃないんだよ。こっちはピオなんだよ。ごめんね、違う人の名前がこんなところで出しちゃってさ。草じゃねえんだよ、こんなところで。まあこの先、ああなるほど、市耐久劇場久しぶりすぎてんね、こういうの。今噛んだけど久しぶりだね、こういうの。何やねん、あのパックンの動き。え、こんな動きするんだ、面白い。でも分かってる分かってる、最終的にはここまでたどり着けないっていうのかな。結局何か降ってくるんじゃない？それとも砲台で何か僕をやるとか、そんな感じかい？右から砲台が出てくるのかい？早く来い、遅いな、お前は。パクパクしてんじゃないよ。最終的にここまで来れないっていうのは分かんだよ。多分ね、寸前で止まるんだよ。このブランコがだって来れないと思うんだよな、ここまで。ちょっと見てて。ほらうっせぇ。何を見せられてんの。じゃあこれどうやってやられるんだろうな。上から何か降ってくる。あ、来た来た来た、魚か。おい、もうちょっとこっち来いって。やる気を出せよ、もうちょっと。なあ、来た。なあゆうたさん、人をバカにするのを大概にしないかい。君はいいんだよ、ギャブなんてしても何も意味がないんだよ。さっさこいよ。皆さん、これでもうゴールできると思いますよ。バブルが通り過ぎた瞬間に右ダッシュ、それで間違いない。多分それでゴールができるんだ。そうだろう。ほっほっ。バカ、ここ逃げちまった。でも今度はパン持ってるもんね。このパンを持ってることによって何か変わるかもしんない。ほらほら、この下にわざわざ僕は入れないよ。このパンを持ってドアに入っていこうか。そうすることで、言えたー、これで終わりにしてやるよ、絶対にな。バブルが通り過ぎた後右ダッシュ、そして僕は何もしない。でパンでこの村パンを倒してゴールできるのか。もう何もすんだよ。やったさ。いや、ほんとね、いつもゆうとさんのコースっていうのは罠にオリジナリティがあってめちゃめちゃ面白いね。どうもありがとうございました。僕は15万人最近行ってもらってない。もういいって、そういうのやめろ。はい、それじゃあ作るコースは一発割りよ。ゴールを封鎖しました、諦めてください。これさ、サムネを見る感じ絶対無理だよね。ゴールの周りが全部針で固められてるもん。どうやってクリアするんだろう。それじゃあ早速やっていこうか。クリア率は 1.19%。 いや、こればっかりはね、全く予想つかないね。多分バックコースとかでもないと思うから、ちゃんとした謎解きコースだと思います。いや、どんなんなんだろう。いや、絶対無理じゃん、こんなの。こんなに針に囲まれてたらさ、どうやってゴールするんだって話だよな。とりあえず隠しブロックがないかだけ見ていこうか。この辺に隠しブロックはなさそうだな。この一輪の花すらも怪しく見えるわ。一旦右まで行ってみる。右の方も隠しブロックがないかだけちょっと調べてみるわ。あ、いやいや、ちょっと見つけちまったよ。これブロック何が入ってる。リンク。いや、このリンクで隠しブロックを探していけみたいな。さっさく見つけちまったぜ。こんなところにパワーブロックがあったね。でも、だからどうなんだって話なんだけど。まあ一旦さ、このリンクの月で隠しブロックがないかだけ調べていこうか。この上とかもね、すげえ怪しいんだけど、下とかはね、ないと。マジでこの一輪の花どういう意味があるんだろう。この上なんかありますみたいな。一旦そこだけ調べてみようか。ヒップドロップで隠しブロックとか出たっけ。まあいいや、この辺にはない。左は、左の方も何も隠されてないってことは、この上になんかありますみたいな、そんな感じかな。とりあえず指を。今なんか変わったね。オンオフが変わって、このカロンの甲羅が出てきた。このカロンの甲羅を履いて中に行けっていうことなんじゃない。いや、でもどうやって行けるかな。一旦踏んでみようか。履けませんけど。オンオフをしたらカロンの甲羅が出てくるところまでは分かったんだよな。いや、こっからなんだよな、問題が。右の方とか投げてみようか。弓矢を投げてみても右は何もない。いや、マジで意味わかんねえ。やっぱりこの花なんか関係してんじゃないの。執着しすぎなんだよ、花に。左の方とか隠しブロックないかな。一旦弓とか投げてみようか。ピースイッチが変わった。そしたらこのデカキノコが出てきて。なるほどね、攻略を見つけたぞ。こいつさ、入ったら中に入れるんじゃない。この辺で入ってみようか。はい。いや、無理やろこれ。中入れるわけないやろ。このデカキノコを取ってね、中に入る以外思いつかないんだよな。どの辺で取る。
ろか。あ、一番上なんじゃない？一番上の先っちょがあるじゃん。あそこで増えばゴールできますみたいな。ちょっとそれでやってってみようか。頼む、ゴールさせて。ここだ。違うよ、みんなガチ分かったかもしれん。ここにさ、バーが隠されてるんだよね。だからここでカロンの甲羅を吐けば押し出されるみたいな。楽しそうだって。来た、やったいや、この一発マリオすごいね。正直途中からバグじゃないとゴールできないんじゃないこれって思ってたけど、こんな感じですり抜けることができるんだね。珍しい一発マリオだったね。どうもご視聴ありがとうございました。